パッシブはスキルを4回使用すると次のスキルが強化されスタンが付与されます。スタックの溜まり具合の確認方法はマナの下にある4つの四角いバーかアニー本体に巻いているオーラで確認できます。スキル1は指定方向へ炎を飛ばしダメージを与えます。このスキルは敵を倒すとスキルのクールダウンが半分短縮されます。また非常に小さい範囲ですがスキル1が当たった時に近場にいる敵にもダメージを与えます。パッシブを貯めて打つともちろんスタンさせることができます。スキル2は指定方向の戦場系にダメージを与えます。範囲内すべての敵に同じダメージが入ります。またパッシブを貯めてスタンさせることもできるようになっています。スキル3は対象1名にシールドを付与します。シールドを付与した対象を敵が攻撃するとダメージを与えます。またこのスキルでパッシブのスタンは発動できません。スキル4は指定エリア内の敵に魔法ダメージを与えクマを召喚します。クマは周囲の敵に毎秒ダメージを与えスキルを4再使用することでターゲットを指定し攻撃することができます。またパッシブを溜まった状態でスキル4を使った場合はクマが強化されて強くなります。今回はワイルドリフトのアニーを使ったミッドレーンでの運用をご紹介していこうかと思います。本家のリーグオブレジェンドからアニーこちらに移植されているような状況で、まずスキル1がターゲット指定だったのが方向指定になって弱体化、スキル2の、ダメージの AP レシオが本家だと 85% なのがこちらは 70% というところで、なぜかスキル1よりさらに弱く設定されていて弱体化、さらにスキル3のシールドを付与するタイミングで移動速度増加のバフもあったはずなんですが、それも削除されていて弱体化というような形で、ウルとも若干なんか効果が違うような気がしますので、まあ、とりあえず各スキル全て弱体化されてここに実装されているような状況というところはまずご理解ください。なので現環境でミッドレーンでアニーを使う必要性というのが非常にないような状況で、これを使うんであればターゲット指定になっているマルファイトの AP でバコーンした方が使いやすいんじゃないかなという気がします。合わせてまあこの、二頭身なかなか肝も可愛い状況でありますが、非常に使いづらいと思うんですね。まだし、ただしすみません、今まで弱体化の話を全てしましたが、いや全て弱体化ですね。パッシブの部分だけはまあ多少バフなのかみたいな状況な形ではあるんですけど、バフじゃなくて、パッシブが最初から 1.5 秒スタンの固定になってますので、まあ、そこは本家に比べたら良くなってる。ただ本家はレベルが上がるごとにスタン時間が伸びていて、最大で 1.75 秒間スタンしてくれるようになりますので、まあ、試合時間が長くなっているような状況であると、まあどうかなという感じと、まあ、本家に比べて圧倒的に試合展開のレベリングが早いですから、まあ、そう思うと弱体化な気もしなくもないですね。まあ、ただこれは全部のミッドキャラクターに言えることですが、対面が近距離、ゼド、フィズ、ヤスオといったようなのが来た時に対しては遠距離からパシパシ殴ることができるので、まあハラスはしやすいのかなという気もします。あとごめんなさい、一応まあスキル1に関しても敵に当たった時の近場にちっちゃい範囲に、まあ範囲でダメージを与えるっていうことになってますから、まあそういった部分に関して言えば、まあバフなのかもわからんですね。でもやっぱりちょっと使いづらいかなって気はしちゃいますね。ただ、パッシブのスタンをさせる、付与させる効果自体が1スキ、2スキ、まあ、ウルと4スキですね。どれでも対応できるっていうとこと、まあ、割とラストヒットも1スキパシパシ打っていけば取りやすいので、そこは初心者向きやりやすさは悪くないと思いますね。ただ、スキル1で敵を倒したときに、本家であればマナーが回復してくれたと思うんですが、こちらはそれの効果がないっていうところは注意した方がいいですけれども、まあそこまでマナーがきついキャラではないですね。ただ、本家の場合だと、スキルの荷上げをしてパコーンっていうビルドがあったはずなんですけど、こっちは荷上げするメリットが、まあダメージの伸び率も良くないので、基本は1上げですね。まあ、1の次は2上げて、最後に3というような形でいいかと思いますが、まあ、使い勝手はまあ悪くはないけど、なんか、いまいちかなって気はしちゃいます。で、まあ、こういう状況であれば、ジャングラーが待ってくれてるので、まあ、自分から仕掛けて、ウルトズドーン、バーン、バーン、全ブッパーですね。オールインして、あとはまあ、倒せればラッキーというような感じですね。まあ、やることは簡単ですので、基本的にはパッシブ持ってる状態で、スタン貯めて、ウルトからスタートですね。ウルトをパッシブありきで打つと、このクマちゃん強化されるような形になってますので、まあ、それでメインに戦っていく。で、このスタックを貯める調整は基本的には3スキですね。
3をくるくる巻いて調整しつつ、まあ、あとはマナコストの兼ね合いで、まあ、2スキー1スキーどっちを使ってもさほど違いはないですから、まあ、どっちでもいい空打ちして、まあ、スタン貯めとけばいいかなって感じですね。まあ、1スキーが、クールダウンが4秒でだいぶ小さく設定されているので、まあ、そういうところから1空打ちしてスタン貯めてウルトでずっとオンをするだけをずっと繰り返すようなキャラクターですから、要は、まあ、スタンはしやすい、割とでっかい範囲で 1.5 秒スタンさせれるっていうところは、まあ、強み、速射ですから、まあ、なかなか避けづらい部分でもありますので、そこは本当にいい点かなとは思いますね。まあ、ビルドに関しては、まあ、ルーデンエコー初手で作るビルドを書いてありますけど、まあ、私はロッドオブエイジスというこの紫色の杖が、まあ、このアニーちゃんに関してはやりやすいのかなというところと、まあ、今回対面にフィズなので、まあ、そういうところも踏まえた上で、まあ、マスターミン E もいますから、まあ、そういうのに対応するためにゾニアって毎回言っちゃってますけど、まあ、あの金無敵になる靴のアップグレードを作るというような感じでやります。まあそれぐらいですかね。もう連戦は本当ひたすらこんなコチコチファームしつつ、まあ、対面ポスポスハラスしてジャングルガンク来たら一緒にスキルぶっぱするような形でええかと思いますので、とりあえず最初の頃の初心者の人は、まあ、必ずレーンでこのミニオンのラストヒットを落とさないように取る、対面にソロキルされないように頑張る、サイドのジャングルの茂みから敵がガンク来た時にマップを見ててそれを察知して逃げるのところから重点を置いてやっていくと、まあ、あのいろいろだんだん分かってくると思いますので、まあ、やっぱり勝って楽しみたいと思いますから、勝つためにはとりあえず自分が失敗しないというのは敵にお金をあげるようにしない、お金をあげるようにしないのは自分でお金を稼いで装備を整えるというところの、まあ、ちっちゃいことの積み重ねになってきますから、まあ、そこをしっかりとやっていけるようにすると、まあ、対面で勝てるようになったらゲームを動かせるようになって楽しくなってくるという感じになります。まあ、ただモバですのでなかなかやはり簡単にはいきませんので、そこはちょっと頑張って練習していただいて、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいはボコボコにされる日々を送ると思いますが、まあ、誰しも最初はそんな感じですので、もう本当そういうもんだと思って諦めて頑張ってください。私もね、まあ、昔はボコられる、まあ、今でもボコられることは多々ありますが、まあ、最初はもう本当に訳がわからんままやらないといけないので、まあ、そもそもラストヒットって何ぞやってところからだと思うんですが、まあ、こういう形で、無敵作っておくと、こういう形のフィズのウルドに対して対応することができますし、まあ、よくあるゼドのミッドだったりとか、まあ、あとは、まあ、そうだな、ゼドフィズといったようなミッドレーナーのパコーンに対しては簡単に対応することができますので、まあ、この金時計ですねは作るようにしといた方がいい。これは、靴のアップグレードになっているので、まあ、どのキャラでも作っても、まあ、ダメじゃない、強いですから、私はほとんどのキャラクターで作ることが多いと思いますね。まあ、ジャングラーでも作るし、マークスマン ADC でも作ります。でやっぱりフラッシュからのウルトを絡めたワンコンボがめちゃくちゃ強いダメージが出ますので、10割飛ばすこともできなくはない性能がありますから、まあ、いけるような、こういうタワーダイブで敵が甘えて数かけていけるなみたいな時に対してフラッシュでズボーンでボーンでバーンでギューンですね、という形で決めれます。見てわかる通りウルトがやはり広範囲であれぐらいに対して3人全員スタンさせることができるのはなかなか強いですから、かつ 1.5 秒っていうのはなかなか時間としては長いCC の時間になりますので、まあ、しっかりとそういうところを活用して当てる、まあ、もしいっぱい当てるの無理だったらとりあえず1人は絶対当てとこうという、すかすのだけはやめた方がいいですね。まあ、そこだけ注意してやっていくことができれば割と集団戦のところの、まあ、貢献度としては高い方のキャラだと思います。ただ序盤の連戦がそんなに強くないって、まあ、いまいちっていうところがあるので、まあ、そこは悲しい部分なのかなと思いますが、この3スキのシールドも割といいシールド出てくれますし、ついてる敵、まあ味方ですねを殴ると敵に対してダメージが入るっていうところもまだ悪くはないと思いますね。で各1、2、3ともにスキル回転がいいので4回使ってしまえば次のスキルにスタンがついてくれるっていうところも、まあ、割と高回転でスタンを出せるキャラクターではありますね。でしっかりと、まあ、敵を倒した場合に関しては、まあ、バロンを触って試合を畳むように動かした方がいいと思います。ちょっと連環境上あまり良くないような状況ではありますが、まあ、こういうところでこちょけずにさささっとバロンをして、バロンを使ったミニオンを強化しつつ、タワーを取っていくという形のことをすると負けゲーでもワンチャン逆転がある。逆にバロン勝ってる試合でバロン取ってこれでスティールされて負けるみたいなことたびたびありますので、
ここは本当にマジで要注意で頑張った方がいいですね。余裕ゲーかよと思ったら負けるみたいなこと結構ありますからね。しかもバロンで、まあ、そういうところからバロンスティールされた時のジャングラーの責任はでかいですよね。まあ、見てわかる通り金時計がめちゃくちゃ強いですね。まあ、ただ全てを吐いてしまってタゲられると転がっちゃいますので、まあ、そこはしょうがないかなというところで、ちなみにあの試合から睨み合いが続いてかれこれだいぶ時間が7分5分、12分ちょいちょいだから、やっぱ5、6分ぐらい経過してまた2回目のバロンですね。ただバロンのバフも意外と死ななければ持続時間が長いので、その結果バロンバフ切れて死んでなければまたもう次のバロン湧いてるみたいな形の早い湧きになりますね。でウルトがやっぱりめちゃくちゃ火力出ますので、ウルト2、1で、まあ、パパパンパンという形で敵を倒せます。なので試合時間が長くなればなるほど、まあ、火力、高火力が目立っていってワンパンに近い形で敵も落とせるようになって楽しくなってくるのかなと思いますが、まあ、大体そこの時間に至る前にボコボコにされてボコボコにされるというようなことになりますので、まあ、私の中でのアニーの評価はめちゃくちゃ低いですね。弱いとは言わないですけど、やっぱり現存いるミッドレーナーの中でこの微妙なやっぱ1スキがターゲット指定じゃないっていうのがマジめちゃくちゃ痛いですね。本当にそれがすげえ響いてる。レーン戦がすげえしづらいので、かといって荷上げするほどでもない。せめて本家と同じで荷上げが魔法のレシオが 85% にしてくれてたら荷上げしてもよかったんですけど、現状 70% で1スキ上げるしかないような状況の選択肢で1スキがターゲット指定じゃないっていうところが、まあ、ちょっと残念極まりないかなという、まあ、指導自体は基本的にウルト指導するんですけど、レーン戦のダメ取れがしづらいんですよね。まあ、ただウルトからスコーンバーンギューンドーンっていう、これはいいものがあると思います。まあ、最初ねめちゃくちゃ相場は負けててこの試合終わったかなと思いましたけど、まあ、コツ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 バロン取ってやっていくと、まあ、逆転することもできるので、まあ、割とね、諦めずに頑張れば勝てると思いますから、あとはまあこういう形でこの強化ミニオンのバロン流すと本当ミニオンがめちゃくちゃタワー削ってくれますので、まあ、それで勝ちにつなげることが余裕でできます。なので試合時間長ければワンミスで逆転することができるキャラクターというかゲーム性ですので、諦めずに頑張ってください。よければチャンネル登録よろしくお願いします。